マミさん、これさ、星5レクさんとか出てくるの？出ない、出ない。じゃあ、星6マミさんは？出ない、出ない。出ないんだ。じゃあ、スーパー激レアティーミーは？出るわけないでしょう！はい、さい YouTube どうも皆さん、こんばんは、レクさんです。マミさんです。はい、今日もよろしくお願いします。今日はこちらです。ガチャマシン工作キットです。おー、何これ？これ、単純にガチャなんですけど、はい、この後ろに一応なんか作るやつ、はい、っていうで、なんかこの段ボールみたいなこの、はい、こういうのが入ってて、はい、これに、なんていうの、あとはガチャのボールとかが入ってて、あー、ガチャ、もう本当にガチャガチャマシンをお家で作るってことだね。ガチャ、ね、本当にガチャガチャマシンをお家で作るってことだね。うん、あ、ガチャ、もう本当にガチャガチャマシンをお家で作るってことだね。うん、このガチャボールの中に自分が好きなものを入れて遊べるみたいな感じ。うんうん、おー、いいね。うんうん、おー、じゃあ完成したら何入れようか。ベイブレードとか。あ、ベイブレードとか入れて、このベイブレードで対決とかでいろんな遊びができちゃうね。うんうん、おー、楽しそう。じゃあね、早速ね、作ってみようか、マミさん。はい、はい、では作っていきたいと思います。はい、作っていきましょう。でもさ、マミさんが一人で作りたいから、パパ手出せないでね。あれ、ダメなの、パパやったら。じゃあ分かってみとく。分かんないとこだけだからね、やるの。ああ、分からなくなったら手伝ってってことだね。はい、分かった。じゃあ頑張って。 OK。 お、まずはガチャボールですね。おお、すごいすごい。ガチャボール、ガチャボールが出てきましたね。はい、そして、なんか段ボール、なんだ今の。中身なしですね。はい、この中ですね。はい、これね、ガチャマシンの段ボールの材料です ね。はい、じゃあね、早速マミさん、これやっていきましょうか。そうか。はい、見せて。ですね、うん、まずこれがパパが描いた、エンダーマン。エンダーマンですね、はい、かっこいいね、これエンダーマン。うんうん、で、これはマメさんが描いたクリーパー。クリーパーさん、はい、うん、なんかね、爆発しそうだね。しないけどね、絵だから。そうか。じゃあ、次はこちらのティーミー。おー、ティーミーがまさかの出演でございますね。はい、はい、ティーミーが今なんか話しかけた？え、絵だけどなぜか話しかけたよ。びっくりしたね、今ね。うんうん、すごいすごい。最後にレクマメって書かれたの絵。おー、レクマメってことはこれレクマメガチャだ。うんうん。なんかあれだな、怪しいなこれ。怪しくない、怪しくない。レアとかもしかして出ないタイプ？出る出る。あ、レア出る。ハズレばっかしとかじゃないの？じゃないじゃない。じゃない。オッケー、じゃあ分かりました。じゃあ早速ね、遊んでみましょうか。はい、しようか。これね、付属でね、はい、カプセルが3つ、うんうん、そうそう、ほらついてきてるんですよ、ほらこれね。うんうん、じゃあね、マミさん、早速これ入れて遊んでみましょうか。しようか、ね、これカプセルの中何入れたの？ベイブレードの部品。ベイブレードの部品、はい、おー、これいいね、うんうん、いい考えだ。はい、じゃあ早速遊んでみよう。はい、じゃあ入れますよ。はい、お願いします。パカパカパカ、閉めります。はい、閉めります。じゃあ、ガチャります。はい、お願いします。えいえいえい、お、なんか出てきた。ね、ブレイズラグナルクの、うん、レイヤーじゃなくてディスク。ディスク、お、ディスクとフレームが出てきましたね。はい、はい、じゃあ次は、うん、何出るかな。にゃ、
ね、ブレイズ・ラグナルクの、あの、レイヤーレイヤー、レイヤーだし、はい、出てきたよ。最後に、ブレイズ・ラグナルクのドライバーです。ドライバーか。おー、すげえ。はい、じゃあね、今ね、マメさんガチャ3回回したよね、うんうん、で、3個出たでしょ、うんうん、これね、レクマメガチャね、1回ね、1000円なんだ。え、はい、なので、3回回したので3000円しますよ。ありません。これパパがね、管理してるんですけど。マメさんです。パパです。マメさんです。パパです。マメさんです。じゃあ、この3000円どうするの。パパが払う。パパが払うの。だってマメさんの貯金1000円しかないもん。そっか、じゃあ分かりました。パパが払います。はい、このガチャとってもすごい。でもね、これめっちゃ楽しいね、うん、これさ、このカプセルにさ、もうちょっとさ、集めてさ、はいはい、あ、そっか、TV の時に使ったガチャのカプセルボールとかもあるから、うんうん、そういうものにいろんなもの入れて、この中にね、はい、こんな感じで、ベイブレードの部品入れて、出てきたもので作って、あの、対決したりとか、あとね、あの、酸っぱい系、酸っぱいガム、あの、ガムをこれに、そう、一個ずつ入れて、出てきたやつを食べるとか、で、ね、楽しそうじゃん、うんうん、ね、はい、次回ね、こんな感じでね、遊んでみたいと思います、ね、まず、はい、皆様もこのガチャキットを買って遊んでみてください。はい、遊んでみてください。こちらはね、はい、1300円ぐらいだったかな。高い。高いか。前回のあれ、注文じゃねえや前回の紹介したやつあれだよ、2500円ぐらいでした。え、これより高いじゃん。そう、うまい棒のやつ。そう、高かったよ。はい、なのでね、これはね、手頃な価格なので、皆さんもぜひ買ってね、遊んでみてください。はい、この動画が良かったら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。お願いいたします。本日も最後のご視聴の方ありがとうございました。次回のレクサンテーブでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。